よく三巻あるね。あるあるある。いくらいくらまでこれ。よくないですか。いいよ。ですよね。なんかいいよ。だから俺思うんだけど言いたかっただけやね。いや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 。リアルサウンド YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。どうも、ミキです。あ、コシーです。キソエです。カズキです。ジェスです。ビーチョーです。はい、はい、今回は新曲 Where We Go にちなんで、今行きたい場所、はい、どこかありますか。はい、お、一人ずつ。一人ずつやる。一人ずつね。はい。で、ジョーさんから。僕からですか。僕は今行きたい場所、はい、大阪。あ、結構近い。近い。あ、すぐ行けそう。オッケー、はい、いいと思う。だいぶ近いです。大阪。大阪で、みんなでブラブラしたいです。あ、大阪。みんなで行く。はい。みんなで。あ、みんなで。え、みんなじゃないの。いや、それはでもいいんじゃないですか。そりゃ、僕はみんなで、はい、ね、大阪という街を昼からブラブラしてます。飲みながら。はい、そうです。ああ、いいっすね。え、みんな縛り、はい、いや、みんな縛りじゃないですか。縛りません、縛りません、縛りません。じゃあ、はい、俺はロサンゼルス、アナハイムかな。おお、ね、大谷見に行きたい。はい、あ、いいっすね。それみんなでもいいですか。いや、一人で行きます。あ、一人で。なるほど。野球熱がなくなるとこ行きたくない。なるほど、なるほどね。僕カッパ橋。あ、渋カッパ橋どこ。鍋買いに行くの。鍋と調理器具。カッパ橋良くないですか。いいよ。今行ってみたいけどね。カッパ橋いいっすよね。何がいいの。カッパ橋また膨らむの。それだから俺思うんだけど言いたかっただけやね。いやいやいや、これスペイン。ああ、情熱ね。しかもちょっとヨーロッパ行ってヨーロッパにハマってきたから。そうね、スペイン料理が好きで。おお、それでスペイン。肉肉もあるし、なんですか、こう野菜をやる、なんかやったらこう細かく切って煮込んでいく。ライムとかし。ああ、はい、誰と行くんですか。こんな方だった。こんな方だった。その人が一人。ちょっとそれは究極の選択だ。それは一人一人。でもまあ、カズキ行ってなんかうわ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 って影響を受けまくってるところみたいな。あ、本当に。はいはいはい。じゃ誘われた時どうするの。いや、ちょっと断り。久保さんどこ。俺スイス。スイスが教えてる。動画で流れてくる山でこう水流れてるところに、うん、はいはい、スイスとかあの、ああいうとこに行きたい。だってそんなこんな壮大なスケールで言うてんのに、何が大阪でかっぱ橋やる。5人で、俺5人で予算感もあるから、俺は5人で行きたいから。あ、予算感ある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 。いくら行くまでこれ。スイス行けると。俺はだからでも大丈夫、俺一人で経費削減してるもんね。そうですね。でも俺も一人ですよ。じゃあいける、いける、邪魔にある、ね、誰か一人だとしたらどうする。何ですか、こんなまで。おらんね。なんかだって、ちょっと全員汚れてるもんね。綺麗なところに汚れない人たち。さあ、そんなドーベルマンインフィニティですが、ニュー EP マイルストーンでリリースされました。はい、よし、よし、6曲入り、はい、はい、6曲入りの、はい、全曲バックロジックプロデュースで、ドーベルマンインクからしたら、うん、20年ぶりですね。約20年ぶりの、はい、これね、バックロジックさんにフルプロデュースで、1枚目 EP を作らせてもらいました。まあもう聴いてくださいという感じですよね。そうですね、はい、はい、ちょっといろいろ懐かしいサウンドもありながら、うん、ただ、しっかりとビーデさんが今っぽく落とし込んでくれてますし、ドーベルの個性あふれる、ラップそして歌が聞こえるんじゃないかなと思います。ぜひマイルストーン聴いてください。お願いします。よし、以上ドーベルマンインフィニティでした。何これ。